読売ジャイアンツの小林誠司です。さあプロ野球開幕が延期になっていよいよ6月19日開幕ということになりました。はい。ユニフォームを着て改めて練習しているお気持ちというのはいかがですか？そうですね、なんて言うんですかね、うん、まあ、新鮮っていう表現はおかしいですけど、ええ、気持ちが引き締まるっていうか、はい、まあ、一応あの、ね、T シャツジャージ姿でやってた時もあるんですけど、ええ、まあ、同じような練習でも本当にユニフォーム着るだけでちょっと なんて言うんですかね、まあ、正直全然違うなっていう、はい、でしょうね、感じですね、はい。さて昨シーズンになってしまうんですけども、5年ぶりのリーグ優勝、はい、で小林選手はその中でキャッチャーとして最多の91試合にマスクをかぶりました。はい、まあすごく嬉しかったですし、まあ、いろんな経験もできたんでさらに高いところを目指して頑張りたいなってすごく思いましたね、はい。あのよく優勝したチームの選手に話を伺いますと、はい、あの優勝の後のビールかけがあるから、はい、苦しい2月のキャンプから耐えられるんだって話をよく聞くんですがやっぱり小林さんそんな感じですか？ビールかけも最高でしたけど、やっぱりあの、うん、なんて言うんですかね、優勝決まってあのマウンドに向かう瞬間っていうのはもうとてつもなくあの感動しましたね。何度でも経験したいなっていう感じですね。そうでしょうね、はい。さて今度はキャッチャーとしてのお話を伺いたいんですが、投手陣でね、中でもやはり菅野投手、はい、今シーズンはね故障なく怪我なくシーズン戦ってほしいと、これファンの皆さんも思ってると思いますが、はい、フォームも変えたようですし、はい、そのあたり最近ボールを受けてらっしゃって、はい、どうですか？皆さんが心配するようなねことは一切ないと思いますし、はい、逆にね本人がやっぱり昨年のそういう姿を一番悔しがってると思うので、ええ、今年にかける思いっていうか自分の状態っていうのはすごくベストに近い状態にはあるんじゃないのかなと思うんで、もう本当に楽しみにしていただきたいなとは思ってますね。ジャイアンツファンからしますと、またこの菅小葉コンビ、はい、ね、大きな声援を送ると思いますがそうですね、さて今回のインタビューはですね、エナジーフォートゥモロー、明日へのエネルギーということをテーマにした企画になっておりますが、小林選手にとってのエナジー、力というのをちょっと伺いたいんですが、はい、小林さん長いシーズンの中でね、困った時に力としてくれるもの、はい、そういったものってのは何でしょう？やっぱり仲間じゃないですかね。仲間。自分がやっぱりこう苦しい時とか不安な時に、まあ、後輩であったり先輩だったり、まあ、もちろんあの、ね、親もそうですけど、周りにいる人っていうのはすぐね話も聞いてもらえますし、はい、まあ、そういうところであの少しは気持ちも楽になったり、また次頑張るぞっていう気持ちにもなるんで、うん、まあ、仲間かなと思いますけどね。それから試合の中でですね、はい、対戦してて相対した時に特に力が入るライバルっていうのはいらっしゃいますか？はい、力が入る、そうですね、去年で言えばね近本くんであったり、はい、やっぱりそういうねトップランナーをさせたいなと思いますけどね。まあ、近本選手、はい、山田選手、はい、初日の大島選手、このあたりがランナー出た時に注目したいですね。そうですね、やっぱりそういうトップランナーを指せばね、はい、多少はやっぱり走りづらくはなるかなとは思うんで、はい、頑張ります。さておしまいにですね、はい、小林さん、はい、開幕を楽しみにしている、はい、プロ野球ファン、ジャイアンツファン、小林ファンの皆様に、はい、メッセージ、今度は小林さんからファンの皆さんにメッセージを、はい、からとしていただきたいんですが、まあ、こういう世の中で、まあ、僕たちこうやって野球させていただけるっていうことで楽しみにしていただけるファンの方も多いと思うので、もう本当にファンの皆さんと一緒にねジャイアンツを大きくしていきたいなと思ってますし、またあの、ね、監督を胴上げする瞬間っていうのは、ね、ファンの皆さんと一緒に喜んでいただきたいなと思うので頑張りたいなと思います。我々もペナントレース楽しみにしております。どうぞ怪我なくシーズン迎えられてください。はい、はい、ありがとうございます。エナジーフォートゥモロー。